主牢は、金冠から国の子祖と伝えられている、古代朝鮮半島の王で、金海禁止の子祖主牢は158年韓国を治めたとも、伝えられている。日は、サータバーハナ朝の王女と伝わる元王玉。ただし、主牢王についての記述は、金冠から国滅亡の500年ほど後に書かれた、唐苦国記が本となっているため、史実か判断が、難しい。 伝説では、くじぼんに降臨したという。金冠から国には、末期に影響を与えた土器が発掘されている。三国維持に消録された、唐く国記によれば、木地峰の六個の金の卵から、四十二年三月三日に、主郎が生まれたとされる。また、この時一人ではなく五人の王子と共に六個として、卵から帰って、九星たちに育てられたとされている。 この年代に、主脳を中心とした国家連合が成立したとみなしている。金韓国都議は、義士和人伝には、クヤ韓国と伝えられる国である。主脳は、金の卵から生まれたという伝説により金星を名乗る。朝鮮の始祖もしくは神話上の王とされている人々は、高栗の透明性王、白木の核巨星こそかや、脱会に資金など、卵から生まれたとする。 男性説話を持つ者が多い。これは、卵が神聖なものであったというものから来ている。神臓東国予知小欄には、カヤさんの女神である、証憲母主と天神、エビスカの殻が生まれ、そのうち、陳主地が、主老王だと記録されている。主老王の兄が大カヤを建国したというの内容を、通じて大カヤが六カヤ連合の名手だった時に作られた、神話と見る説もある。 三国式の金油信列伝によると、白木の武将、金油信は、金冠から国の王家の子孫であるという。三国式の白木本義によると、102年に、バサギ四金は年長で知識が豊かな、金韓国の首郎を召し出し、音知る伐国と羊加国国の境界争いの、表情をさせた。三国維持に惹かれる、唐久国記によると、三つ竹帝の剣務18年から、 検定の懸案4年まで158年間在位したという、軽症南道金海市に所在している、同年3月15日に即位し、金関東に、を建国したとされる、白木の金氏応統慶州金氏の子祖金朝都氏と同じ姓であるが、こちらは、金の箱から生まれ出たとの誕生説はお持つ。ありがとうございます。